守るというのを持ってるし、ね、まあ、審判員なんで、まあ、ゴールという結果で、ね、信頼を得ていかないといけないかなと。サポーターからは聖地と呼ばれ
この圧雪公園競技場で今シーズン初のリーグ戦開催となりました。そして今日のプレースキッカーはルーカス・フェルナンデス札幌です。そこも一体以上、そして貴重な先制ゴール、ご自身にとっては今シーズン初ゴールですが、まあ、こういう試合でもセットプレーから取れることが多くなるので、ね、そうなので前半戦敗因となったり取れたというのはすごく良かったです。皆さん、ありがとうございます。皆さんの応援のおかげで取れました。 J1 リーグも夏の熱き厳しい戦いが続いています。コンサドーレは3試合組の勝利を目指す今日の一戦です。福森のキックから先を入った中野がチャージして今日3点目のトライプパスカーの壁で抑え引き離すのかここで岩崎を抜いてチャージプチャージプなんとなんと前半2回で後半の2回で合計8対0というスコアです。ヴィッセル神戸対北海道コンサドーレ札幌の一戦、舞台はノエビアスタジアム神戸です。これ勝ったことでまだまだ上に上がりますし、ルヴァンもまだ残っているので、まあ、残りの終盤いい結果を出せればいいかなと思います。